なるかもしれない。おお、大丈夫、すげえ。
髪伸びたんじゃない、切れよ、髪伸びたら見せよ、伸びとるやないか、切れよ、Thank you.
分5分。うん。ハーフタイム5分。覚えたかも。今日もおしまい。明日に試合。明日どこ行く？熊本？見に行くよ。行かない。行け。あと PK とぶたんだ。何本とぶたん？日本とぶたん。すげえ。そして飲む。髪でボールが見えんくなる。長すぎやね。自分で行くの？自分の子供で。あいつ美容院。あ、見てきた。俺人生で一回しか行ったことない。あ、そうだよ。人生で一回しか行ったことない。あいつもう美容院しか行った。バカじゃないの？お嫁さんどうして？もう自分で来てる。マジですか？うん、嫁さんに後ろ来てる。へえ。もうだって、大学1年から散髪屋行ってない。なんか自分で来たもんめんどくさい。いやーもう早いですよね。自分で来もしないと思うんだから。あいつ2800円のバカ。バカじゃないのか。髪は染めて。髪はこれ日焼けですね。へえ。だから黒くしてやるけどなんか茶色になるんですよ。ああ。茶色く白？俺も染めるけどやっぱり色が落ちます、ね。ですよね。もう仕事ね、白髪がみっともないって言われますね、白髪で。なんか仕事全然たんの白髪があります。結構前にあるもんね。うん。出る子みたいな。うん。また手汚いんですよ。あるある。ネタ？ネタ合わせや、今の。完全ネタ合わせや、今の。めっちゃあるやん。ハルタさんもめっちゃいいタイミングでタイミングバッチ。今日一笑った、うん、タイミング誰かもバッチリだった今流れがもうツッコミも、うん、確認もせず言うしないよ。俺もないもんだと思ってみたらめっちゃだったから面白かった。最高や。ああ、怪我したらいいやつ。もう治ってよ。治っちゃうよ。まあでも100%じゃないんじゃないですか。でも痛かったら無理してみよう。ドリブルしてって
Thank you.
明日触るって。